瞑想イメージ、アファ、紙に書く、信じて行えば絶対に効果があるけど、潜在意識を活用する方法ってのは本当に人の数だけあると思うし、本当にいろんな方法があります。紙に書く、瞑想をする、寝る前にイメージ、詩をまじない、アファメーション、本当にいろいろあります。おそらくこの中のいくつかはあなたも試したことがあるのではないでしょうか。どれもちゃんと信じてれば、行えば絶対に効果があると思います。ただ最悪なのが、全部に手を出すあまり全部おろそかになったりしてる状態です。例えばどこかで紙に書くといいらしいと聞いて、早速試そうと思っても、アファメーションがいいらしいとどっかで聞いて、やっぱそっちに、何か瞑想ってすごい効果あるよって聞くと瞑想しようみたいな、こうなると本当に最悪です。全部ちゃんと試さないまま、目的がいい方法を探すことになってしまうんです。実際他の掲示板を見てたら、こういう人が結構多いです。さあ瞑想しようじゃなくて、また一から効果ありそうな方法を探そうって感じで、実際何にもしてない人、方法を探すのは悪いことではないですが、ダイエットで考えてみてください。レコーディングダイエットをしようと思って、数日後誰かから聞いて、やっぱり朝バナナでしょってバナナ買い込んで、数日後バナナはお昼のおやつや夜食となってしまい、それを食べながらテレビで見て、コアリズムすごいって感じで DVD を注文して、届いた数日間だけやって、あとは気が向いた時だけやって、実際に痩せられると思いますか？おそらくこの人はずっといろいろ試したけど痩せない、新しい方法を探さなきゃみたいな感じでしょうね。例えばレコーディングダイエットでも、最後まで痩せると信じて毎日体重を測り、グラフを作り、目標体重を明確にして、律儀に食べたもののカロリーを全部書いた人は、よっぽどのことがない限り本当に痩せられるでしょうね。コアリズムも絶対痩せると信じて、毎日少しでも時間を作り、テレビの前で踊っている人は当然痩せます。本当に紙に願望を書いて目につくところに貼りましたか？それを毎日見ましたか？なんかどっかに置いて気が向いた時だけ見るみたいになってませんか？ちゃんとアファメーションの文を考えて叶うまで唱えましたか？もしかして毎日毎日やっぱこれがいいみたいな感じで、アファメーションの内容変わってませんか？瞑想もちゃんと呼吸法を覚えてますか？眠たくなって結局昼寝の時間になってませんか？潜在意識のこと信じてますか？本当にいいことだけ考えるようにしてますか？お金が欲しいのに財布の中を小銭だけにしてませんか？車の試乗行きました。本当に叶えたい人は、車が欲しい人ならすぐ試乗に行くでしょう。お金が欲しいなら、財布の中には銀行から下ろしたばかりのピン札の1万円札をこれでもかというほどに詰め込むでしょうね。そしてそれを毎日嬉しそうに数えるでしょう。どれか一つでもちゃんと毎日行えてますか？もしこれから潜在意識を活用しようと思うなら、この言葉を自分に問いかけてください。あと、たまに効果が出るまで何にもしないみたいな感じの人、お金入るまでどこも遊びに行かない、家で引きこもる、それではその状況にふさわしいことが引き寄せられます。お金がなくて家に引きこもる人の真似をすることになりますからね。毎日余裕がなければ、週末だけでも好きな音楽を聴いたり、素晴らしい映画を見たり、泣けるほど美味しい料理、しびれるような味のワイン、仲のいい友達と涙出るほど笑ったり、秋だからおしゃれな服を着て紅葉のライトアップを見に行って自然の美しさを感じたり、温泉でゆったりするのもいいと思います。月を眺めながら美味しいコーヒーを用意して、ゆったり潜在意識の本を読んだり、アファメーションしてくださいね。そういう幸せな生活をしてください。多分こういう人はあんまりいないと思いますが、汚い部屋で楽しいことも願望が叶うまでと我慢して、自分の状況を悲観しながら、あれが欲しい、これも欲しいなんて考えたり、アファメーションをしてる人がいたら今すぐにやめましょう。冷たい水に浸かって我慢しながら温かいなんて言ってるようなもんです。部屋をきれいに掃除して窓を開けて、新鮮な空気を入れて、好きな音楽をかけて、
美味しいコーヒーでも入れてください。ゆったりしたリラックスした幸せな気分でアファメーションや瞑想に浸ったり願望を考えましょう。面白おかしく楽しく過ごすんです。願いが叶う前から。幸せになるために潜在意識を使おうとしてる人がつまんない生活なんかしちゃダメです。イケイケどんどんな感じで毎日充実させながら願望をどんどん叶えてこその潜在意識ですよ。あなたの成功談がこのスレで聞けますように。ハルモンさん、大変参考になるお話をありがとうございます。私もここで成功談を話せる日を想像しながら頑張ります。つい羨ましいなぁとややひがみモードになりかけてたんですが、レスを励みに前向きになれそうです。ハルモンさんもすごくためになるお話をありがとうございます。このスレ見つけたこと自体すんごいラッキーかも。私は今まで潜在意識系の本などもうかなり読んでいるし、セミナーとかも結構行ってるけれど、どうも半信半疑でハルモンさんの言う通り中途半端で手を出してきまくってたと思います。本を読んだだけで安心してしまい、実際大して試してなかったりとか。私は今までの人生あまりうまくいっていないため、自分自身を信じられてなくて、信じてみてもしダメだった時落ち込むのが怖いのもあるのかもしれません。でもやっぱりこのままじゃいけないし、ハルモンさんの言葉にすごく勇気づけられました。まずはいろんな本やセミナーに行きまくるよりも、まずは一つの方法を信じて試してみようって思います。やはり自分が一番ピンときたもので、プレッシャーにならないやり方で楽しくするのがいいですよね。本当にありがとうです。成功したらまたここに書きたいです。潜在意識を信じるとか云々よりも、ハルモンさんの人柄が素晴らしい。耳が痛い、まさに私だわ。はじめは、お、この方法が効くのかと思ってそれをやるけど、だんだん本当にこれでこんな簡単な方法で効果あるのかなと思って別の方法に手を伸ばしたり、それでは今回の動画はここまで。ぜひあなたの引き寄せ体験もコメントで教えてくださいね。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。